先ほどちょっと切ったスタイルなんですけど、ここから1分30秒の、時間で、前髪作って、ちょっとウルフ寄りのレイヤースハイレイヤーのスタイルにちょっと、変えていきたいと思います。1分30秒でこれがウルフカットに変わるって結構難しいと思うんですよ。で、バングも切りますからね、なんかちょっと難しいかなと思うんですけど、バングを切ったウルフスタイルをちょっと切っていきたいと思います。時間はこちら1分30秒です。ではやっていきたいと思います。ちょっと今回コーム使ってみようかな。はい、いきまーす。はい、まずはバンズ切ります。はい、このまま切ります。はい、一発でバンズ切れるんで、バング切りまして、レイヤー入れます。はい、レイヤー入れます。よいしょ、引っかかるな、これもいいか。ハイレイヤーを入れていきます。はい、ハイレイヤー入れます。ハイレイヤーを入れていきます。よいしょ、一周をハイレイヤーを入れると。で、これでね、レイヤーをここに入っている状態なんですけど、はい、で、下を切ります。下を切ります。よいしょ、下を切って、スタイルができましたね。はい、これ今編集とかしちゃうと、僕嘘ついてると思われちゃうんで、編集しないでちょっとお見せしたいと思います。はい、ちょっとセットしますね。毛先はちょっとバラバラにしながら、ちょっとウルフのスタイルにしてますね。で、前髪バングこういう感じになって、ここはふわっとしたウルフのスタイルに、外跳ねにしても可愛いですし、ちょっと見てもらっていいですかね。こういうような感じ、毛先はぼかしながらカットして、トップの方はウルフになるスタイルをカットしてみました。こういう感じです、はい、こういう感じのスタイルにカットしてみました。やっぱりカットって無駄を省いていかない と、結構こういうの切れないんですね。なんか展開図をしっかりやりすぎちゃうと、展開図とか後ろから引き出してカットしてる。で、なぜこれをやってるかっていうと、ちょっと理由があって、結構後ろから美容師さん切ると思うんですよ。丁寧に切っていくと思うんですけど、僕の理論、勝手な理論としては、お客さんって本当はあと1センチ切りたいなっていう、いつも僕言ってることなんですけど、1センチ切りたいなって言った時に、美容師さんが最初で後ろの長さが結局決まっちゃってるんで、その長さに合わせてもう最初のところの最初のカットでもその展開図というかデザインが全部できてるような感じなんですよね。だけど僕ってやっぱりお客さんが前から見て、あともうちょっと切りたいとか、そういうところ、お客さんの1センチもしくはもう1ミリでもいいですけど求めていきたいので、どっちかっていうとあまりこう後ろから切っていく、きっちりこう引き出して切っていく。で、昔はもう10年ぐらい前はやってた、もっと前かな、20年ぐらい前はやってたんですけど、チョップカットしたりとか、あんまり意味ないなと思ってこうひねって切ったりとかね、いろいろやってたんですけど、あんまり意味なくて、正直意味ないんですよ。で、3ブロックで切ったりとか細かく、切ったりとかしてたんですけど、要は実際にその髪の毛って落ちる位置が
きっちりこうウィッグはいいんですけど、人痘になった場合に、お客さんの癖というものがあるので、その癖を殺しちゃうんですよね。なので、結局きっちりコーミングするってことは、お客さん朝そんなきっちりコーミングしないと思うんですよ。例えばこういうふうにこう引き出して、こうやってね、例えばこう引き出してね、こう後ろからこうやって切っていくと思うんですよ、ベースを切ってとかなんですけど、でもそれって勝手に美容師さんが勝手にそのレングスを決めてるんで、もう一回やり直すって言ったらまた最初から切らないとダメになっちゃうと思うんですね。なんでどこから切っても最終的にスタイルできるように僕は考えてまして、だから結構お客さんが例えばサイド気になってるならば、ここからバズってもお客さんの求める1ミリを求めていって、そこから最終的にスタイルを作れるという感じに考えているので、どこから切っても大丈夫なように一応考えて、カットはしています。はい、そのような、理論があってやってますね。はい、あとはそうですね、結構コームを使ったり使わなかったり、コームを使わないカットっていうのはちょっと邪道なのかなとか、慣れてない方からしてみたら、まあ、特にね、一般ユーザーの方からしたらすげえ雑に感じると思うんですけど、実はそれ勘違いしてて、コーミングをしっかりっていう教えの、ね、上で美容師さんが過去の延長線上でやってるわけですけれども、実はコーミングって、必要であって必要ではないんですよ。なんでかっていうと、よくね、美容師さんもぶっちゃけを言うと、いいモデルさん、可愛いモデルさんとか癖毛がないモデルさんとかをね、まあ、ヘアショーとか例えば、まあ、そういう問題がある感じの髪の毛のモデルさんあんま使わないと思うんですよ、ぶっちゃけ。まあ、このウィッグだって誰が切っても切れるわけですね、簡単に。なんで僕はやっぱリアリティにそのお客さんの癖を生かしていきたいっていう部分があるんで、お客さんの癖って殺しちゃうんですよね、コーミングしすぎると。なので、そのリアルなサロンワーク、それから、こういうウィッグを切るのってのは全く別物だと思うんですよ。例えばこのウィッグをきれいに切れても、営業できれいに切れるかっていうと、切り方は分かっても、結構そうでもなかったりするわけなんですね。でもしくはデザインがダサかったりとか、かっちりしすぎちゃってねっていうのもあるので、意外とラフに切って、でお客さんの癖を生かすっていう感じに僕はしてます。なんで癖毛カットとかも、どっちかというと得意な方だと思うんですけど、癖毛カットも結構短くしなかったりとか、相手その人が、毎回こうショートにさせられてる人とかも、僕は結構あえて長くしたりとかで、うちに来たら結構ね、いつもショートカットにされちゃうんですっていう人とかも、結構ロングで攻めたりするんですよ。ロングっていうか長い状態で、切る方法とかもあって、それもね結構使える、まあ裏技を使う必要があるんですね。テイクセーニングという裏技を使うんですが、まあ、癖毛用のカットなんですけどね、まあ、癖毛用とか頭を小さくする方法とか、そういう骨格調整のカットなんですけど、そういうのを使いながら、ちょっとやっていきます。はい、そういうのやらないと、結構なんていうのかな、頭大きく見えちゃったりとか、毛先だけスカスカになっちゃったりとか結構しちゃうんですね。はい、なので、ノンベーシックっていうね、僕はまあちょっと美容師さんからしたら多分このウィーマークをめっちゃこっちのボタンをめっちゃつけられると思うんですけど、それも承知なんですが、ベーシックっていらないと思ってるんですね。でベーシックがあることによって切り方は分かるけど実際営業所行かせないんですよ。はい、まあそこから徐々に慣れてっていうのはあるんですけど、なんでその遠回りな部分をなくして、僕はもうこのF カット理論っていうのがあるんですけど、 F カット理論っていうやつでやってるんですけど、まあ本当に無駄な部分はなくし、そして最短でカットできるようにするという感じでやってるんで、まあそういうところからこの1分30秒で、まあ普段営業だとこんな早く切らないんですけど、早く切れるというところですね。はい、やっぱりね、無駄を省いて、何でもそうなんですけど、無駄を省いていくと見えてくるものがあったりとか、シンプル化していくんですよ、どんどん、まあ、どんどんシンプルにしていって、そうするとなんかまた違った景色が見えてきたりとかですね。あと使う道具ですね、僕はなんかちょっとこういう風に、まあ、世の中見てもどこでもないようなシザーの形を作ってヘアリーシザーってのやってるんですけど、
こう変なね膝使ったりとか、うん、まあ多分見たらえって思うような、まああんまり限定動画が多くて、最近はねここ2年か3年ぐらい限定動画ばっかりで、一般公開する動画ちょっと撮れてないんですね。なのであれなんですけど、結構いろんな、膝によって、新しい道具を使うことによって、より新しい価値観のカットができるんで、まあやっぱり世の中にあるような膝とはちょっと違うんです、ちょっと違うんですね、まあこんな膝なんて多分どこにもないと思うんですよ。これ僕が考えたやつなんで、はい、なんでこういう膝とかも使いながらですね、新しい価値観っていうのを生み出していくことによって、まあ、カットがちょっと楽しいというところなんですね。はい、ということで、まあ、考え方いろいろあると思うんですけど、僕はまあノンベーシックっていうのを基準として考えております。はい。